2つ目のミスはこちら、移動販売車を帰国後当日にですね買ってしまうというところです。これまでの根拠のない自信上ですね、絶対にこういうのは稼げるだろうなと思ってました。プロテインドリンクを売ってみました。実はイギリスではプロテインドリンクっていうのはいろんな形で売られてて、僕はジムのトレーニング終わりによく行ってたんで、これは日本で受けるんじゃないかと思ってやってみました。移動販売車の起業にかかった金額といえば、まあ、100万円以内でできることはできたんですけど、この開業がたくさんの悲劇を生んでしまいました。開業して2ヶ月後に車屋の会長さんが暴力事件を起こして空中分解しましたでその時に僕は思いました。あ、ミスったな。なぜかというと、その車をメンテナンスするところがもうなくなっちゃったんですよ。だからどうしようかなと思って、自分自身でアポを取っていろんな会場に電話をしまくってイベントに出させていただきました。これはもう全部一人でやってました。そうするといろんなところにアポをもらえるようになってドリンクを売り始めます。ただこんな事件が起こってしまいます。こちら、ドリンクが全く売れない。なぜかというと理由はもう明確に一つあります。移動販売車でプロテインドリンクは全く認知されてなくて、いろんなところに行ったんですけれども、やっぱ全くダメだったんですよね。何か他の人に受けるものはないかなと思って、タピオカを売ったりとかワッフル売ったりとかいろんな形を売りました。瞑想はしてもいいけど一貫性は持った方が良かったです。でこれどういうことかっていうと、どういうものを売ってる人なんていうふうに認識されなくなってたんですよ。普通の移動販売車になってました。後半は移動販売車を売却したんですけど、その売却したお金で何をしたかっていうと、パーソナルジムガーデンをオープンさせました。これもですね、僕はバカなので事前準備全くなくですね、もちろん顧客ゼロの状態で立ててしまいました。これが失敗3つ目かなと思います。でこれ何がいけなかったのかっていうと、やっぱり普通のパーソナルトレーナーっていろんなジムにトレーナーとして就職したりとか、いろんなお客さんを引っ張ってきて、まあ、何人以上いたら自分のパーソナルジムを開業したりとかするんですけど、僕はそれをしてこなかったんです。これはめちゃくちゃ安く抑えることが成功しました。100万円以内で作ってやろうと僕の中でコンセプトを立ててやってみました。そのジムを建てる前にトレーナーの養成学校に行って、僕は自重の専門のトレーニングを教わってテストを受けて合格して、そのままジムを開業したんですけれども、あえて僕は飲み会に行ったりとかして、最近太ってきたっていうのを気にしている子に対して、自分の脂肪が気になっているだったら、もしよかったらパーソナルトレーニング受けてみないかって頼んだんですよ。そしたらやってみたいっていうふうに言ってくれる方が何人もいてて、それを境にいろんな方とつながれてパーソナルトレーニングをすることができました。なのでもしパーソナルトレーニングで開業したいとかっていう方に関しては、ちょっと周りの人に絡みに行って貢献しに行くといいかなと思います。結果的にこのジムはクライアントさんを5人以上抱えることが可能になってきたんですけども、まあ、それでも毎月家賃を払うので精一杯だったので、もうずっと消費型になってました。つまり僕が動かないと給料が発生しないっていう状態だったんです。でこれはまずいなと思って、ずっとどうしようかなって考えた結果、僕のジムでレンタルスペースっていうのをやってみようと思いました。そのきっかけになったのが、ある日ポストを見ました。ポストの中にレンタルスペースを始めませんかっていう手紙が入ってたんですよ。でそれを見て、なるほど、こんな方法があったんだっていうふうに思って、すぐさま連絡をして、インスタベースとかレンタルスペースとか、その2つの媒体を使いながらレンタルスペースっていうのをドンと出してみました。そうすると、自分が消費せずともお金が発生するようになってました。僕がパーソナルトレーニングをして、でその時間はもちろん対価が発生します。それ以外の時間でこの空いたスペースをいろんな方が利用して、パーティーとかトレーニングとかヨガダンスとかっていう風に利用してもらいました。これが僕の初めての時間外での対価の発生でした。とっても新鮮な経験で、でこの経験をもっと拡大させてやろうと思って
4つ目の失敗を行ってしまいます。何かっていうと、レンタルスペース専門の部屋を開業してしまいます。これはジムを建ててから数ヶ月後の話なんですけども、そのジムの地域からちょっと都心部に行ったところにもう一個アパートみたいなところを一室を借りて、同じようなコンセプトでフォレストっていうレンタルスペース専門の部屋を作りました。これは絶対ウケるだろうなと思ってバーンって出してみたら、実はそれが全くウケなかったです。掃除するのが大変すぎて僕が行けなかったので、いろんな予約を非承認にしておりました。で、僕はそこで感づいたのが、掃除の人を外注しようと思って一人雇ってみました。僕はジムとそのレンタルスペースのこの2店舗を回し始めます。で、この2店舗を回してるっていうのをいろんな形で発信できるかなと思って、僕は SNS を始めます。 Twitter、Instagram、YouTubeもっともっといろんな人に発信していきたいなと思って、この挑戦をしてみます。こちらです。